はい、皆さんこんにちは、伊藤海人です。今回紹介するのはこちら、じゃじゃん。はい、ということで今回はタリホーのゴールドフレームをご紹介したいと思います。で、こちらのデックなんですけれども、有名なマジシャン前田智弘さんっていう方が独自のブランドで作ったトランプになります。まあ、ですので今じゃなかなか手に入らないと言われる、あの超レアデックと言われるトランプですね。まあ、今回はね、あのこちらのゴールドフレーム赤と青2つ皆さんにご紹介したいと思いますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速近くで見ていきましょう。どうぞ。はい、それでは早速見ていきましょう。まず最初にこちらの赤の方から見ていきましょう。ではまず最初に箱の紹介からしていきたいと思います。箱はこんな感じになっていて、ここにはタリホーと書かれていますね。そして全体的にはですね、見えますかね皆さん、金の縁がデザインされていますね。なかなかかっこいいですね。そして横はですね、こんな感じになっています。メイドイン USA となっています。そしてこちらは US プレイングカード、オハイオ製のデックですね。はい、そして裏はこんな感じになっていますね。で、こちらのね、金の縁めちゃくちゃかっこいいですよね。で、こちらオハイオ製のデックなんですが、こんな感じでシールが青くなっていますね。で、オハイオ製のデックは基本的に青シールが多いですね。まあ、もしくは赤シールっていうのもありますね。はい、箱の紹介は以上になります。早速、中身を見ていきましょう。まずですね、ジョーカーが、2枚ありますね。ジョーカーで、こちらは、カードの保証書となっています。そして、こちらスペードのエースですね。めちゃくちゃかっこいいですね。そして、表のデザインなんですが、まあ、至ってシンプルですね。まあ、特に変わっているとこはありませんね。こんな感じになっています。はい、続いて、裏を見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。で、先ほど、箱を紹介した時と、こんな感じですね。はい、やっぱりね、こちらキーの縁があるので、こう広げた時にね、このキーの縁が目立ってかっこいいですよね。はい、でスプレッドをしてみるとこんな感じで、すごくね、金の縁が目立っていいですよね。こんな感じですね。はい、それでは次にこちらの青を紹介していきたいと思います。で、箱は先ほど紹介したんですが、一応見ていきたいと思います。こんな感じになっています。そして裏はこんな感じになっていますね。はい、で下にはですね、オリジナルサークルバックと書かれていますね。はい、では早速、中身を見ていきましょう。ジョーカーが、2枚ついてますね。で、こちらダイヤの2なんですけど、他のカードと比べて印刷がめちゃくちゃずれてます。こんな感じ、左に寄っちゃってますね。で、さらにですね、祭壇が見えます。こんな感じになってるんですね。他のカードは大丈夫なんですけど、めちゃくちゃずれてます。で、これ裏を見るとわかるんですけど、こんなにずれてます。見えます皆さん、ほら。で、これね、他のカードを見てもらうとこんな感じですね。こっちは全然ずれてないんですけど、なぜかね、ダイヤの2だけ、めちゃくちゃずれてました。なぜかね、こういったことがありましたね。はい、で、表は
こんな感じですね。先ほど赤を紹介した時と同じですね。はい。そして裏はこんな感じになっています。はい。広げるとこんな感じですね。金の縁が目立っていいですね。で、特にね、スプレッドをした時がね、めちゃくちゃいいんですよ。こんな感じで。でこちらのデックなんですけれども、今じゃもうなかなか手に入らないデックなんですけれども、ヤフオクとあとアマゾンに確か売ってたと思うんですけれども、確かアマゾンの方だと1万2000円程度で売られていました。まだ、まあ、なのでね、買いたいっていう方がいらっしゃればぜひ買ってみてください。実はですね、ここで皆さんにちょっとお見せしたいなってものがありまして、っていうのもこの間、ゴールドフレームをもう一個開けたんですね。で、普通、ジョーカーって、まあ、メインのジョーカーと、あと、エキストラジョーカーがついてるじゃないですか。で、僕が開けたゴールドフレームの中にですね、なんと、前田智弘さんのね、ジョーカーが、ついてきました。ちょっとそれをね、お見せしたいなって思います。こちらです。はい、こんな感じになっています。まず、こちらが、メインのジョーカーで、こちらがエキストラジョーカーですが、こちらはカードの保証書ですね。でこちらの2枚は必ずついてきます。で、問題なのが次一番紹介したかったこちらのジョーカーですね。これが前田智弘さんのねジョーカーでございます。めちゃくちゃかっこいいですよね。で、上にはですね、前田智弘って書かれていますね。そして下にはですね、トモヒロ前田モデルタリホーゴールドフレームって書かれてますね。はい。こちらが、この間開封した時についてたジョーカーになります。はい。というわけで今回はタリホーのゴールドフレームを紹介したんですが、もうめちゃくちゃかっこいいトランプでしたね。で、もうどのお店にも売っていないんですが、一部のオークションサイトには売っていると思うので、まだ手に入れてないっていう方がいらっしゃれば、ぜひね、そちらの方をチェックしてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。Twitter、Instagram もやっておりますので、動画説明欄よりフォローしていただけると嬉しいです。また、高評価やコメントもお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、次回の配信をお楽しみに。またねー。